通称は作兵衛。講談では、安田作兵衛の名で知られ、明智三馬ガラスの一人とされている。工事2年、美濃国安田村にて誕生。はじめ、織田氏の重臣、明智光秀配下の斉藤敏像に仕えた。天正10年に、光秀が主君、織田信長に対して起こした、本能寺の変では、その先方となり出陣。信長を槍で攻撃し、 行く手を阻んだ森成り都市に十文字ありで下腹部をつかれるも、これを打ち取る功を挙げたという武勇伝がある。ところが、明智氏が山崎の戦いにて敗走すると、出奔して天野玄衛門と改名して浪人した。橋場秀勝、橋場秀長、がもウジ里と仕えたが、いずれも長続きしなかった。立花胸茂に仕え、豊臣氏による、 九州平定にてこうがあったという。また、文禄慶長の役では朝鮮へ出陣。講談では、天野玄衛門覚書を執筆したことになっているが、これは幕末に別人が書いた儀書で、フィクションである。最後は、寺沢広隆に仕え、八千国を有した。なお、沖縄によれば、若き日の国継ぐと、寺沢広隆が、どちらかが、 立身出世したら、もう片方を十分の一の放録で召し抱える約束をしたと言われる。晩年は生を平野に解明した。慶長二年に死去。去年四十二。死因は、法の出来物の悪化を苦にしての自害という。なお、死んだ日は、織田信長の命日と同日であり、信長を刺したたたりと噂された。墓所は、佐賀県唐津市、清下井寺。 孔明、大全幼稚千人全城門。ありがとうございます。